ブロック B、主速を迎えファンに直筆メッセージで挨拶、早くステージで会いたいな、愛してる、写真イコールブロック B、スヌブロック B がファンに主速、日本のお盆にあたる韓国の祭日、の挨拶とともに応援のメッセージが盛り込まれた手紙を送った。23日午後、所属事務所セブンシーズンズは公式 SNS を通じてブロック B メンバーたちの手紙を掲載した。公開された写真にはそれぞれのメンバーが手紙でブロック B のファンクラブ BBC に主足の挨拶とファンに対する気持ちを伝えており、視線を引く。まず近況とともに主足のメッセージを伝えたジェヒヨは、存在自体が力と慰労になってくれる休息のような人、そしていつも因を許してくれる木のような存在になりたい。BBC たちに、これからは僕の因の下で休みながら僕が今までもらってきた愛を感じてほしい、と気持ちを伝え、ファンを微笑ませた。続いて事故は、今年も今までお疲れ様でした。今年の主足は喜びと幸せだけがいっぱいな、豊かな主足になってほしい、と伝え、P.O は、BBC、ミツバチたち、暖かくお腹いっぱいな主足を過ごして早く会おう、と話した。テールは BBC を表すミツバチの絵とともに、近いうちに良い歌、素晴らしいステージでお伺いします。いつもありがたい BBC。ありがとう、ありがとう、とファンに感謝の挨拶を伝えた。パクキョンは、ミツバチたちよ。早くステージで再会したいな。いつも元気で、より良い音楽をたくさん聴かせてあげるね。愛してる、と愛をたっぷりなメッセージを、リボンも、近いうち再会しようね、と伝えており、目を引く。最後にユグオンは、様々な思い出を作りながら幸せな時間を過ごし、お仕事も頑張ってください、というコメント一緒にキュートなミツバチの絵を付け加え、見る人々を微笑ませた。ブロック B は1月に 6TH リパッケージミニアルバム、RE。モンタージュを発売して以来、メンバーそれぞれで精力的に活動している。